海賊党はアイスランドの政党。市民運動選出のアルシング議員だったビルギータ、ヨンスドッティルやインターネット活動家のスマウリ・マッカーシーなどが集まって2012年11月24日に設立された。ヨンスドッティルはウィキリークスに機密情報を漏らしたとされるチェルシー・エリザベース・マニングの釈放を求めて活動してきた。党員は皆平等との見解から 党主職は設置されていないため、あくまで創設者としての立場で、海賊党を率いている。しかしこれに対して多くのメディアは実質的なリーダーとしてビルギッタ・ヨンスドッティルを毎回取り上げている。2016年初党、支持率は4割を超えて、国政で第一党となる可能性が指摘されたが、内紛報道などもあり、その後、独立党に第一党の座を奪われた。 コアポリシーの第一条には、エビデンスベースで決定することを掲げており、政策の是非に関係なく、集められたデータと知識をもとに政策を決定するという。右派と左派に分断された、政治体制の終焉、政治の透明化、知的所有権法の改正、NSA 内部告発者、エドワード・スノーデンの亡命受け入れ、ベーシックインカム導入のほか、 テクノロジーオリエンテッドの政党らしく、クラウドソーシングによる憲法改正、ビットコインなどの仮想通貨を法定通貨にすることも主張している。一部の海賊党員によると、コアイシュ州は著作権問題でも直接民主制の実現でもなく、権力を持つ者とそうでない者の,の力の差を是正することだという。アルシング議員に当選したエスタヘルガドッターも、 権力を握るための政党ではない。私たちは権力を人々に与えるために活動していると語っている。設立の翌年4月27日に行われた総選挙では首都レイキャビックのサム選挙区でヨンスドッキルラ3人が当選。2016年1月の世論調査では支持率42%を獲得し第一党となるも規制政党が パナマ文書の打撃から徐々に立ち直り、次々と公認候補を決定して追い上げを図ると圧倒的に高かった海賊党の支持率は半減。2016年7月以降は政権党である独立党と支持率20%前後でトップ争いを繰り広げた。2016年10月29日に行われた総選挙の結果、全63議席中10議席を獲得。 得票率は14.5%でサハミドリの党の15%に次ぐ第3位だったが国会議員数はサハミドリの党と同数で第2党となったアイスランドでは10月の総選挙結果を受けて第1党となった独立党が組閣支持を受け中道右派政権受立に向けて交渉を開始したが合意に至らなかったそのため第2党となった サハ・緑の党の党首、カトリン・ヤコブス・ドッティルが、中道サハ政権受立に向けて、組閣交渉中だが、そこでは、ヘルギフラフン・フンギュン・ナルソンが入閣を受諾したという。入閣が実現すれば、史上初の海賊党からの大臣就任である。しかし24日の報道によれば、サハ後党連合による、組閣交渉は難航している。結局、グズニ大統領は、 サハミドリの党のカトリン党首への組閣要請を撤回し議員が自由に交渉して内閣を形成するように指示した。アイスランド海賊党は連立政権入りには否定的だとの報道もある。日本における国際海賊党連盟加盟の海賊党が発行している機関誌や2016年12月11日の昼過ぎに公表されたビジャー氏の記事などによれば その前の週の金曜日から政権交渉の議長役となったビルギッタ・ヨンス・ドッティルが海賊党代表として組閣交渉を積極的に引いてきたため会議の模様は明るく前向きのものになり残る障害はサハミドリの党が主張する漁業者の既得権益をどこまで認めるかに絞られたこの問題が解決できれば史上初の海賊党入閣となる しかし海賊党主導の政権樹立は13日、破綻したと発表された。2017年の総選挙では議席を6に減らし、第6党となった。2021年の総選挙では6議席を維持し、社会民主同盟、人民党と並んで、第4党となった。ありがとうございます。